ジャンボ西宮里です。なんか最近やたらと視聴者様から西最近どうしたとなんかスキンケア何使ってるんですかっていう質問をいただくので、今日は私の最近の美容事情といいますか全てお伝えしたいなと思います。最近の社員がこうインフルエンサーとして自社の製品をこう宣伝 PR していたと、いわゆる桜みたいなことをしてたみたいなんですけれども、私はそんなことしません。念のためお伝えしておきますけれども、今から私が紹介するものは全て一切私の勤めている会社とは関係のない商品なので、別に誰かから宣伝してくださいって言われて紹介するものでもないですし、本当に私が純粋に愛用しているものなので、なんかそういうどうせ PR でしょみたいな感じで見てほしくないなっていうのが一つですね。はい、そこのところ何卒よろしくお願いいたしますそれじゃあもうテンポよく紹介していきたいなって思います。まず私が使っているのがデュオのクレンジングバームです。デュオのクレンジングバームと、私その前クリニックのクレンジングバーム使ってたんですけれども、こっちの方がすごくこう滑らかに溶けてくれたなっていう、でお風呂に入りながら湯船に浸かりながらこうやってマッサージしてメイクを落としてるんですけど、これがすごくよくって、なんかもうこれしか使ってません。本当にもう元に戻れなくなっちゃいましたで洗顔の石鹸なんですけど、私はガミラシークレットを使ってます。代わりにインスタグラムに載せた写真をちょっと載せておこうかなって思うんですけど、私みたいな顔面砂漠みたいな肌の人は固形石鹸で顔を洗うと、もう顔がピンって突っ張るんですよ、お風呂上がった後。でもガミラシークレットはそういうことがなかったので、これも本当に私感動を覚えたぐらいだったので、これからも愛用していくと思います。母も真似して使っています。あと私毛穴とか結構悩んだりとかしてたんですけど、毛穴なでしこっていう3日に1回ぐらいのペースで使ってます。薬局とかでも売ってるんですけど、角栓が目立たなくなった気がします。なので、でこれも私使ってて突っ張らなかったんですよ。でなんでかなって思ったら、ここにも書いてあるんですけど、肌に優しいアミノ酸系の洗浄料が使われていたからだそうです。なので毛穴詰まりに悩んでいる敏感肌の方とか、一度これちょっと使ってみるといいかもしれないです。私はこれ肌に合いました。メイク落として顔を洗ったあとお風呂上がってですね、使うのがクリニックの拭き取り化粧水です。アルコールフリーのものを使いたいなって思ってこれを使い始めたら、拭いた後も肌が赤くならなくってすごく肌の調子が良くなったので、これを使うようになりました。アルコールはね、飲むのは好きなんですけど飲むのは好きなんですけど、化粧品になるとちょっとまた合う合わないがあったりしてですね、これに落ち着きました。イプサです。もうこれはもうずっとずっとずっと使っていて、もう何本目かわからないぐらいイプサは使っております。美容液もちょっと5種類ぐらい使い分けてるんですけど、朝はこのエトゥボスのホワイトニングクリアセラムっていうものを使ってます。で乾燥が気になる日はウーマンメソッドトリプル A トリートメントセラムっていうものを使ってます。これ松清さんのオリジナル商品なんですけど、最近またちょっと乾燥が気になるんでこれを愛用してます。忘れてた、これがファミュです。クリスマスコフレで買ったやつなんですけど、これがなくなったらまたちょっと大きいのが買いたいなっていうぐらい大好きな美容液です。で大体夜は毛穴ケアに徹してるんですけど、それで使ってるのがこの高見の美容エッセンス。これを使ってからなのかわかんないですけど、肌の毛穴が目立たなくなったなっていう気がして、なので夜はだいたいこの2つを使って毛穴撲滅でも本当にこれを使い始めてから毛穴が目立たなくなってきたので、これのおかげかなって思ってます。
あの前も紹介したんですけど、アユラのリズムコンセントレート、これはまあ季節の変わり目の時にも使ったりとかするんですけど、ちょっと肌揺らいでるなっていう時はこれを使ったり、美容液が終わったら乳液を使うんですけど、毎日使ってるのはこれです、イプサです。その後にですね、ケアをするクリームですね、こっちはあのエリクシールのリンクルホワイトクリームです。これはここら辺のちょっとたるみがちな毛穴が気になってこれを使ってます。別に今シワとかはないんですけど、なんとなくここら辺の乾燥というか、シワっていうレベルでもないんですけど、ちょっと気になるんでここら辺に塗ってっていう風に使ってます。こっちはマスクをし始めてからこのフェイスラインがちょっと荒れがちなので、これを使ってます。でスキンケアの最後に使っているクリームです。これがモイスチャーサージクリニックの、これは夜使ってます。朝はもうちょっとこうライトなキールズのウルトラフェイシャルクリーム、これを使ってます。肌が荒れている時はこっち日本酒のクリームを使ってます。以上が私のスキンケアでした。結構いろんなアイテムを紹介させていただいたんですけれども、また季節によってあの使うものが変わってくるので、また季節が変わったら紹介したいなと思います。あとは美容クリニックで施術を受けたり、美容師にも行ったりしているので、そのことについてもお伝えしておこうかなって思います。先月私が受けたのはピコフラクショナルレーザーとエレクトロポレーションっていうものです。同年代の人たちの中でもトップレベルで毛穴に悩んでます。本当に悩んでたのでピコフラクショナルレーザーっていうものを受けました。そしたらもう本当にめちゃくちゃ効いたんですよ。夕方とかになるともうファンデーションがこう毛穴に埋まっていて、夕方の自分の肌なんて絶対に見たくないっていうぐらいだったんですね。それが今となってはもうほぼ目立たなくなって、肌の毛穴がもうだいぶ収縮されていて、しかも肌の質感も変わって、なので受けて本当に良かったなって思いました。もしなんかそのピコフラクショナルだとか CO2 のレーザーの違いがなんたらこうたらっていうことが気になる方がいらっしゃったら、まあ別の機会に動画でお話ししてもいいんですけど、そこまでこう終わった後見た目的にグロテスクなことは起きなかったし、ダウンタイムもすごく少なかったので、ダウンタイムとか気にされる方がいらっしゃったら CO2 よりはまあピコフラクショナルレーザーの方がいいのかなって私は思います。ただですよ、私みたいな肌の敏感な人、弱い人がレーザーを受けると毛の炎って言ってあのニキビみたいなのができます。ちょっと写真を見せしてもいいんですけど、終わった直後はそうでもないんですけど、終わった次の日とか 2,3 日後もう全部顔面ニキビみたいになっちゃって、その時はちょっと不安だったんですけど、でもあの行っていたクリニックでもともとそういう毛の炎になった時にじゃあこれ塗ってくださいねっていうクリームをもらっていたので、あんまりこうひどくなることもなく全然跡も残ってないし、大事に至らずこうして綺麗になっているんですけど、そういうリスクもありますよっていうのはお伝えしておきます。また半年後とかに受けに行こうかなって思ってます。なんかこういう美容施術って特にレーザーとかやりすぎはかえって肌に良くなくって、肌を休めることも美容の一つかなって私は思ってます。やっぱこうせっかくいい施術なのに、あの肌がこうダメージを受けている状態、元気がない時にそういうことをしても最大限の効果を発揮してくれないので、なのでしっかりちょっと私もしばらくスキンケアをしっかりして肌を休めて、また半年後ぐらいにレーザーを受けたいなって思ってます。エレクトロポレーションも受けたんですけど、エレクトロポレーションの原理ってちょっと美容クリニックの先生から聞いたあれだと、電気の力で肌に一瞬穴を開けるんですって。すごいですよね。イオン導入よりも何倍も肌の奥に届けてくれるので、イオン導入よりもエレクトロポレーションの方が私は好きだなって思いました。エレクトロはもう3ヶ月に1回ぐらいのペースで受けに行きたいなって私は思っているので、また受けに行くときはその Vlog とかもお届けしたいなって思います。あとは美容師
ですね、あのすごいお恥ずかしい話なんですけど、もともとはちょっと噛み癖が悪くって、噛み癖じゃないか、顎関節症みたいになっちゃったんですよ。その理由がスルメイカの食べ過ぎなったんですよ知り合いの歯医者さんにちょっと顎関節症がひどいですみたいな、もう口を開けたらもうガクガク言っちゃって痛いですみたいなことを言ってたら、あのスルメイカの食べ過ぎが発覚して、ちょっとドクターストップがドクターストップっていうのも大げさなんですけど、ちょっとスルメイカ食べるのを控えてくださいって言われちゃって、スルメイカをセーブしてもそれでもやっぱこうここら辺が痛くって張ってて、美容師に行って針を刺してどうにかしてもらおうと思って行き始めたんですよ。顔の筋肉も正しい位置になってきているのかがわからないんですけど、ガクガクしなくなってきて、原理として結構ハイフと似てると思うんですよ、美容師って。でこの肌にこう針を刺すんで、そこにこうコラーゲンが頑張ってくれて、筋肉もいい位置にとどまるように頑張って覚えようとしてくれているので、リフトアップ効果もあるらしいんです。だから顎関節症もどきの症状を治すために美容師に行き始めたら、あの美肌効果もあってリフトアップ効果もあったっていう、ちょっと一度で二度三度美味しかったっていう話なんですけどなので思いがけず自分にちょっと美容心が合っていたので、これからもちょっと定期的に通おうかなって思ってます。以上が最近の私のスキンケアと美容事情でした。人それぞれ肌の悩みっていろいろあると思うんですけれども、この動画が少しでも参考になってくれていたら嬉しいです。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。